初挑戦、そして初披露になったんですけど、緊張しましたし、目の前で一生懸命、何か自分のできることをパフォーマンスして、少しでも元気になってもらえたら嬉しいなと、びっくり箱みたいな、ちょっと感覚はしてるんですけれども、今回は僕が飛ぶかもしれない <laughs>、はいえー、西野武力役演じさせていただきました、町田啓太ですす、えー、本日は皆様ありがとうございいいままよろししくお願いいたします。 川崎哲也役やらせてもらいました鈴木乃美希です、えー、本日はお集まりいただきありがとうございます少しでもジャムの魅力を話せるように頑張りますのでよろしくお願いしますそうですね、はい、初挑戦そして初披露になったんですけど緊張しましたしギターすごく難しかったなって思いますけどもあの改めて今聞いてもあのすっごいいい曲だなともう音源の段階で一番最初聴かせてもらったんですけどその時からすごいあこの曲 がいいなってすごく思ってあのすごく素敵な曲に仕上げてもらいましたちなみにギターはどれれらい練習されたんですか撮影中ほぼあの休憩時間とかはずっと練習してましたねはい今でもちょこちょこ練習してます、はい、前作を見てもらったら分かると思うんですけれどもあのまず服装がだいぶ変わってるんですけれどもこれには深い事情がありましてあの深すぎて 全部ネタバレになってしまうんでこれ以上は何も言えないんですけれども前作よりもトラブルメーカーですので全てこいつのせいみたいな本当にあのこんな二面性のあるやばさを演じさせていただけるのはサブさんのおかげなので本当にありがたいなと思っておりますそうですねあのやっぱり僕らはなかなかこういつも応援してくださっている方々に直接お会いする機会が少ないので。 まあこういう機会をまずいただけてありがたいなというのと目の前で一生懸命何か自分のできることをパフォーマンスして普段応援してくださってる見てくださってる方々に少しでも元気になってもらえたら嬉しいなと思ってますあの、まあ、初めての試みですのでもうちょっとどうなるかわからないびっくり箱みたいな <laughs> ちょっと感覚はしてるんですけれどもこのリサイタルを見てから多分この世界観に入っても楽しめるような、えー、そんなあの リサイタルを作れればいいんじゃないかなと思っておりますが皆さんはパフォーマンスがあるんですけれども僕だけは何をするんだろうかとちょっと1人だけすごいぞわぞわしていてさっきサブさんともお話しさせていただいてたんですけれども飛んだらいいんじゃないって言われてたのでまさ,かのまさか今回は僕が飛ぶかもしれないです。ね。<laughs>